曲これでいいかな。レッドどうしたの。どうしたレッド。よしレッドいた。あ、確か似てるね。レッドさん、どうやって変えるんだっけ。変えて終わらなきゃダメ。うん、あ、これでこれで OK。 もう回しちゃって OKOK。 じゃあこれいきます。よっしゃー岸辺降臨ってレッドさん、オファー受けたのかな。秀樹さんも渋い。あ、本当ですか。秀樹さんってあれですよね、あのアナウンサーの、ま、マーサさんのお父様ですよね。ですよね。なんか横の方が好き。あー、確かになんか海とか打ち慣れてると横がなんか安心しますよね。私も横が好きかもしれない。秀樹の方しか知らんなって。いや、私も見たことがなくてですね。横スクロールで海以外では最近珍しいなって。あ、マスクドの金さんこの8番図柄の子がね、超可愛いんだよね。なんか私だけかもしれないですけど、格変がすごい長引いちゃうと、なんかこれオカルトなんですけど、ちょっと次通常引いちゃいそうだなって、なんかビビりません。わかるわかるわかる。なんかポンポンポンって早いうちに当たってくれてれば、格変めっちゃ来るんだけど、ハマるとね、当たるのがね通常なんだよね。100ハマったらもうダメよ。わかる。あ、やっぱみんな同じことを思ってんのか。速当たりも単発多い。海で300回転目で単発悲しいです。まだ海の確率がだいたい300分の1ぐらいですからね。あまりに打ったのかな。保留剣は絶望だけどね。電柱昇級 いくつ。ちょっと待ってね、これ多分次グースっすよオカルト理論でいけば、へそ昇級が昇級書いてる。あ、ほら来た来た昇級。お、ほらほらせやでって言うとるせやでって言うとる秀樹がうなずいた。うんあんなカードうなずかれたら納得しちゃうよ、はい、情熱花火やって。でもなんだかんだでも3200なんで、まあ、4000発は超えるってことだもんね。遊びにマリア。でね、あのさ、電柱のさ、昇級っていくつかわかる？質問があったんだよね。2個などです。サスレッド。すんなり当たるのがいい。うん、そうだね。確変中30分の1とかだったかな。そうですね、30分の1ぐらいですね。やっぱ ST じゃない方が好きだわ。